貸し切れ切れしましょうね。あれ、あ、視聴者さんですか。ちなみに動画って撮ってもいいですか。あ、どうして疲れたの。バスタやっぱり一番元気だよ、バスタに。さっきまで疲れてたんですけどね。あ、元気だよ。やっぱ人が好きだから、もうこんなもんで喜んでもらえるならいくらでも。ね、見てた光景が、あ、嬉しい、ありがとうございます、ね、はい。キャンピングカー、あれちょっと待てよ、もしかしたらってハグいる、あれめっちゃ興奮してそうなんですよ。まっちゃん、まっちゃん顔出して。まっちゃん、ご飯ご飯。疲れたね、ごめんね、もうぜひ今後ともお願いします。ぜひ待ってます。動画多分使うと思うんで、じゃあ、はい、ありがとうございました。ごめん、はい、バイバイ。次行きます、お前は本当調子者だ。家族に楽しかったですか、ね。これあれだわ、カーテンのレールが割れちゃって通らなくなっちゃった。無理やり入って大丈夫かな、壊れないかな、いけそうだね。よかったよかった。いやー、至る所にねボロが来てるから、よいしょよいしょ、うん、あ、そう、よいしょよいしょ、うん、即寝、相当疲れたんだろうな、パスタ。マキさん、寝るポジションをね、探ってます、今。なかなかしっくりこないわね。あ、ここがいいわって。ここで寝るって。このサイズレア号ね、9月に車検に出して、劣化した部品をね、交換してもらって、走りは全く問題ないんだけど、実はね、この居住スペースの電源を担っているサブバッテリーがもう寿命で交換しなきゃいけないんですよ。でも俺は交換の仕方とかわかんないから、専門のところに頼まなきゃいけないんですけど、そんな時、救世主が現れました。マキマキパスタ探検隊ではもうおなじみですね、ユーグリーンさんのポータブル電源。これまでね、2度タイアップさせていただいたんですけど、なんとつい先日、さらに大容量のパワーローム2200をリリースされたということで、またしても提供してくださいました。パチ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 、パサ君やった、ユーグリーンさんありがとう。なに、またユーグリーンさん、さては私のこと好きなんじゃないの？私を心配してくれているのかもしれません。今回の車中泊の旅にずっと同行してもらいます。だからね、マキマキパスタ探検隊を見る上で、今後のキーマンになるかもしれないんでね、ぜひ、パワーローム2200のこと知っておいてください。ね、パス君、これね、以前提供してもらったパワーローム600とパワーローム1200なんだけど、パワーローム2200は、もう明らかにね、まず大きさが結構違うよね。それもそのはず、容量なんと 2048Wh、定格出力 2000W、瞬間最大出力 3000W のモンスター級超大容量ポータブル電源なんです。は？何？モンスター？私が相手になってやるわよ、かかってきなさい。いや、仲間仲間。まあこの2つだけでも気軽にね、車中泊する分には十分な容量と出力があったんだけど、この 2000W 超えのねポータブル電源があれば、もうサブバッテリーを交換する必要もないんじゃないかなと期待してます。バケーただ正直、数字だけだと実際どんなことがどのくらいできるのかってことがあんまピンときてないので、今日は一晩消費電力の高い家電ばかりを使い続けてみて、どのくらい残量を減らすことができるのか検証してみたいと思います。さっきホームセンターで家電を購入したのはそのためなのよ。あったあった、これサイゼリア号に合うんじゃないかなと思ってね、以前から目をつけてたんですよ。なんかね、多分カインズのプライベートブランドみたいなやつだと思うんだけど、ちっちゃくておしゃれでね、可愛いんだよね。今回ね、3つ買っちゃいました。オーブントースター、ホットサンドメーカー、コーヒーメーカーね。ちょうどこのサイゼリア号の装備を増やしてパワーアップさせたいなと思ってたところだったから、いい機会だったね。お手並み拝見ってわけね。ま、頑張りによっては仲間にしてやらないわけではないけど。めちゃめちゃお腹空いてるから、ひとまず、このホットサンドメーカーでご飯作ろう。ホットメーカーサンド。ホットサンドメーカーです。これね、消費電力 700W ですからね。だいぶ電力消費するんじゃないですか。あ、かわいい。見て、この色がかわいい。ちょっとこれ、
わかんないと思うけど、ほら、めちゃめちゃちっちゃいからね、なんかサイズレア号に合うなと思って。今回買ったね、この家電シリーズ自体が全部ね、結構コンパクトでちっちゃくて可愛いんですよ。サイズレア号にさ、あんまり大きな家電ってさ、ちょっと置けないじゃないですか。言うて車内だから、こんな感じ。これに挟んで焼くだけだよね、多分ね。これフル充電してきたんで、今 100% ね。で、あ、ちなみに、携帯、スマホの充電だと、どんくらい使うんだろう。ちょっと、とりあえずスマホの充電で、検証してみます。今これ、スマホつなげて充電してるんだけど、だいたい12-13W ぐらいずつ消費してて、残り 99.9 時間でこれ 0% になりますよっていう、これ表示ね、この下。もう計測不能だね、多分。キッチンペーパーを敷いて、食材はね、もうさっき買ってきちゃいました。もうシンプル。とろけるチーズとハム。で、パンは、もう、超熟がもう間違いないでしょう。もう定番、これでいこう。何パサ君、アシスタントしてくれんの？ね。マクちゃんは向こうでも、いびっかいて寝てるけどね。確か2面あったよな。だから、2つ。とろけるチーズからの方がいいか。面積が広いもんね。もらえるもんだと思って。チーズあげないよ。あげない。待って。ちょっと待って。仕方ないな、もう。よし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 。よし。あれ、マクちゃん起きた。がめついなぁ。いる塩分少ないチーズだったらあげられるんだけど。で、チーズの上にハムと。もうこれがね、もう定番で一番いいんですよ。で、これで焼くだけでしょ？いや、簡単だね。これも拭いといた方がいいね。あれ？ちょっとでっかいんだな、これ。あ。パンの耳は必ず切ってから調理くださいだって。あ、そうなんだ。ちょっとね、まな板持ってくんの忘れたから、仕方ないから、キッチンペーパーの上で切ってます。このね、パンの耳はもったいないから、後でなんかで食べよう。で、最後、ね。ギコギコはしません。一度歯が入ったら、スー、スー、よし、じゃあ今度こそ。ね。あ、ぴったりだね。で、挟みます。あ、結構、キューって押さえるんだね。もう潰して、カチッてやるのか。でね、やっとパワーローム2200の出番です。ね、コンセント入れて、スイッチオン。で、ここね、AC のボタンを押すと、コンセント使えるようになります。すると、あ、赤いスイッチ入ったね。やっぱりすごい。消費電力 700W って書いてあったけど、720W ぐらい消費するんだね。で、このままだと 2.6 時間持つって感じだね。すごいね。700W 以上使ってんのに 2.6 時間このままずっと使えるみたいよ、これ。さすが 2000W 超えのポータブル電源だね。待って、これ自動で切れるのかな？ちょっと説明書読みます。あ、これ自動では止まんないね。約2分半ぐらいっぽいね。2分半だったかな。あ、でもチーズが溶け出してきてるから。ちょっと待って。大丈夫かな。あ、もうちょい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 。ね、ちょっと焦げ目がつくぐらいがね、いいからね。あ、でもいい感じだったよ。あ、もういいかな。煙が出てる。あ、めちゃめちゃいい。あ、ちょうどいい、ちょうどいい。で、開けたから電源切れたかね。うん。あ、97%、3% 使ったね。でも、ホットサンド焼くだけだと 3% しか使わないの？やるねー。まだまだだねー。いや、まあ、そんなことより、もうお腹空いたから食べよう。あれ？あ、なんかチーズとろーりを想像してたんだけど。まあ、いっか。うん。おいしい。自分で作る料理最高。料理とは一体？おいしい。君たちね、ダイエットフードね、ダイエットフード。はい。俺だけじゃね、ちょっと悪いからね。この端の部分がこんがりしてんのがいいね。あ、でもこれやっぱパンが美味しいな。やっぱ。超熟なんだよな。お腹空いてたから。より一層美味しい。ごちそうさま。ちょっと物足りない。自分だけずるい。僕にもちょうだい。こんなにお利口に待ってるのに。差し込み口の変化は USB Type-C がね、2つだったのが4ポートに増えたね。全部で16ポートね。USB の Type-C が 1,2,3,4つ、 Type-A が 1,2 でね、これ俺何かよくわからないんだけど、まあわかる人にはわかるやつなのかな。
で DC が1、2、でこれシガーソケットね、で AC 出力のコンセントが1、2、3、4、5、6で合計が16ポート。もちろん同時に接続して電源供給可能です。iPhone のね新しい機種もついに Type-C になったしね、まあさすがに一人だとこんなにいっぺんに充電したりすることはないけど、家族やグループで使用する場合なんかには重宝しそう。ま、豆腐は結婚できないから意味ないか。余計なお世話だ。ホットサンド食べたらコーヒーが飲みたくなってきたな。あれ、こんなところにコーヒーメーカーが。ね、はい、茶番はさておき、どんどんね、どんどんこのパワーローム2200を使っていきましょう。はい、コーヒーメーカーはね、さっきよりちょっと消費電力が落ちて600ワットだね。ただホットサンドメーカーよりも長く使うから結果的に多分こっちの方が電力消耗すると思うんだよな。コーヒーは小さい頃にね、親の真似して入れたことあるんだよね。だからなんとなくわかると思う。ほら、ちっちゃくてかわいい。ね、色もサイズリア号に似合ってるよね、なんかね。あれ？これ一応さ、コーヒーフィルター買ってきたんだけど、これつけなくていいのかな？これフィルターの役割になってくれそうだよね。ちょっとよくわかんないし、せっかく買ったからつけよう、これ。で、コーヒー豆は、ちょっとね、俺もう缶コーヒーしか普段飲まないから、何がいいのか全然わかんないから、ただね、これ、見て、北海道コーヒー店。俺もう3月に北海道行ってからさ、なんかもう北海道って言葉にも弱いんだよね、なんか。よいしょ。森彦の時間っていうコーヒー。森彦ブレンド。北海道らしいコーヒーを追求した森彦自慢のブレンドコーヒー。森彦って地名かな？北海道にあるカフェレストランの名前ですよ。深掘りながら、深入りです。まろやかでほんのりと甘みを感じられます。甘みを感じんだ。カップ1杯 160ml につき 18g。 まあ、160ml だとちょっと少ないから、まあ、こんぐらい飲もうかね。コンセントさせてスイッチオンと。やっぱそうだね、 600W ぐらいね使ってる。グツグツいってる。お、来た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 。ちょっと失礼します。あい、そうそうそう、これ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 、懐かしい。小さい頃これ入れたわ。てかあれだね、さっきもそうなんだけど、これだけ高出力な家電使っててもかなり静かなんだよね。これね、3、4年ぐらい前に個人的にね、ポータブル電源買って使ってたことあるんだけど、もうその時はね、もうちょっと電気使っただけでもう、うわーんってもうね、うるさいのがもう普通だったのよ、当たり前だったの。いや、それがここ数年で一気に進化したね。あ、もう終わった。ちょっと待って、 1% しか使ってないんだけど。これ道のり長いぞ。ちょっとなんで二人とも恋人みたいになってんの。パスタの背中気持ちいい。二人が恋人ごっこしてる間に俺はね、コーヒーをいただこうと思います。いや、バッチリだね。あー、美味しいね。男は黙ってブラック。もうパスタは俺が食べたり飲んだりしてるもの全部欲しがるからな。これ飲めません。あー、でも本当だ、なんかまろやかで甘い気がする。じゃあ匂いだけね、匂いだけ。ほら、このコーヒーの香り君たちにわかんの？あー、そうそう、話戻ってね、このポータブル電源の話だけど、ユーグリーンっていうメーカーを僕がねおすすめする最大の理由の一つがやっぱね、信頼性なんだよね。昨今いろんなメーカーがこのポータブル電源界に参入してきてるんですけど、大量の電気を蓄えてるわけですから、安全性はポータブル電源を選ぶ上で最も重要なんじゃないかなと個人的には思ってます。その点、このユーグリーンはもともと充電器やモバイルバッテリーが有名で、安全性を売りにしてきたメーカーさんです。で、その上で昨年から600、1200、そして今回の2200と徐々に容量を大きくしてったポータブル電源をリリースしてったっていう経緯があるので、昨今参入したメーカーの中で信頼度は群を抜いてると思います。2000ワット超えともなるとね、まあ、結構重さがあるんで、まあ、女性だと、まあ、持ち上げることぐらいはできても、これをね運んで移動するのは結構ね辛いんじゃないかなと思います。じゃあ私みたいなか弱い乙女は運べないわね。マキちゃんこれ見て、耐久性に優れて取り外し可能な滑車がねついてるから、こうやって置くだけでね、カチッと今なったでしょ。でこれでこうやって簡単に運べちゃう。こうでもいいし、こうでもいいしみたいな。外すときは裏にねロックがあるから、これを上げて持ち上げれば外せると。でここ上に上げてこれを倒せば
ね、こんなコンパクトにあるしね。もちろんね、車に積んだりとか階段とかはね、人の手を借りなくちゃダメだけど、これがあるかないかでは相当話が変わってくるでしょう。あ、ちなみにこれあれですよ、あのオプションじゃなくて標準で本体にね、ついてますからね。まあ俺は必要ないけどね、こうやってほら自然と筋トレができちゃうからね。これデッドリフト、デッドリフト、広背筋、脊柱起立筋、大臀筋、あとハムストリングがね、鍛えられます。この後ろの部分ね。これ深澤くんのお米ね、今回はね、いっぱいもらってきたからね。これだけじゃないですよ、もっといっぱいあるから。今日はね、1合だけ。あー、炊飯器は意外と使わないんだな。400ワットか。これ定額出力2000ワットだから、もう一気に他の家電も使っちゃおう。オーブントースター、これも買ったからね。ちょっと炊飯器はこっちに。このオーブントースターはどことなくレトロ感があってなんかいいね、うん、そうそう、これこれ皆さん覚えてますかね。平塚のパーキングエリアで買った半熟もんじゃせんべいなんだけど、もちろんこれね、このまま食べても絶対美味しいんだけど、これ焼いたらさ、結構さらに美味しくなるんじゃないかなと思って、まずちょっとこのままで食べてみます。このシリーズのあのカレー味俺大好きでね、よく食べてたんだよね。おいしい。うん、あ、ほんとだ。もんじゃ味だ。これね、しっとり柔らか。だけどサクサクっていうね、この食感がたまんないのよ。さあ、これをオーブントースターで焼くとね、どんな食感に変わるんでしょうか。油垂れるかもしんないから、やっぱアルミホイルした方がいいよね。で、3枚焼いてみるか。あ、いいよいいよ。炊飯器プラスオーブントースターで、ね、どんどん減ってく、どんどん減ってく。残り 1.2 時間。このまま 1.2 時間続いてくれれば。あ、ちょっと、やばいやばい、煙が、うわ、めっちゃ焦げた。こんなに早く焼けるもんなの？焦げちゃった。でもちょっともったいないから、いただきますね。しっとり柔らか感がなくなって、ただサクサクなった。そのままの方が美味しいな。さっきのパンの耳を焼いて食べようね。もったいないからね、捨てんのね。昔ね、街のパン屋さんとかにパンの耳くださいとかって言うとタダでくれたりとかあったよね。今はないのかな。さすがに1300ワットも超えるとちょっと音が聞こえるね。いや、でもこれでもまだあと640ワット使えるってことだもんね。すごいな、ほんと。待てよ待てよ、ちょっと待って。これでさっきの残りのハムとチーズをね、乗せて、これでなんかさ、グラタンみたいになるんじゃない？グラタンとは一体？いいよいいよ、松本いいよ。松田くんもいいよ。よし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 。よし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 。おいしい。俺、ここはどこ？私はだね。マキちゃん寝ぼけてる。豆腐特製グラタン出来上がり。あ、めちゃめちゃ美味しそうじゃないこれ。おいしい。いや、でもさっきも食べたわこの味。美味しいけど。あ、ご飯も炊いた。ちょっとご飯できたのはいいんだけど、おかずがなかったからちょっと買ってくるわ。ごめんね。はい、ただいまー。伊豆とか関係ないけど、すき家の炭火焼き鳥丼の具ね、これなんか美味しそうだったから。ただね、これ電子レンジでチンするやつなんですよ。で、これ電子レンジで、ね、コンセントがね、多分中で電源につながってて、あのコンセント取り出せないんですよ。だから外部電源にこれをね、ぶっ刺して、で、それで使うっていうのをちょっとやってみたいと思います。あった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 。これをここにね、これね、ここがゴムだから多分結構ハンドアぐらいまで締められるんだよな。あ、バッチリバッチリ。よしで、刺すと、すると、あ、やっぱそうだ、これ充電だけで450ワット使ってるんだ。そう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 、今あのサブバッテリーにあの充電してる状態です、これを使って。で、これで電子レンジ使うとさらに電力が増えんのかな。こっちを上にしてどくのか。で、一袋3分20秒だって。これ500ワットだよな。1000ワット増えた、1000ワット増えた。あれ ?1000 ワット?じゃあこれ500ワットじゃないのかな?はい、はい、はい。よしよし。はい、もっちゅう。よしよし。はい。うん。あ、やっぱりそうだ。絶対。もういい、もう大丈夫だ。多分ね、これ900ワットなんだと思う。この電子レンジ。1000ワットです。
甘い匂いが。こんなん絶対うまいでしょ。パスタの喉が鳴ってる。いただきまーす。おいしい。全くご当地感ないけど。おいしい。お米がおいしい。うん。これね、あと柚子胡椒なんかつけたらもうたまんないね。で、今ポータブル電源はサブバッテリーの充電中っていうね、ちょっとチート使ってるから、さすがにちょっとこれはダメか、ずるいね。 81% か。もう全然なくなんない。ごめんなさい、これパッツァとマキちゃんもごめん。これちょっと企画倒れになっちゃうんだけど、本当はね、この後、鉄板でなんか焼いて食べたり、あと、ケトルでお湯沸かして、この、ペヤングね、食べたりとかしようと思ってたんだけど、入んないわ。うん、これ食べたら、もうさすがに入んない。これ全部食べたら。なので、パワーローム2203、参りました。ギブアップ。参りました。ギブアップ。すごい。ね、こんなに一晩、消費電力のね、高い家電を使いまくっても、まだ、80% 以上残ってるっていう。もうね、恐れ入りました。あなたの勝ちです。ね。どう？パスタとマキちゃん。パワーローム2200は、マキマキパスタ探検隊の仲間になってもいい？なかなかやるわね。仕方ないわ。仲間に入れてあげるわよ。これからよろしく。頼りにしてるよ。無事。パワーローム2200がマキマキパスタ探検隊の仲間入りを果たしました。パチ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 。頼もしい仲間が加わりましたね。バッテリー残量がなくなってきたら、もちろん充電すればね、再び 100% からフルで使用できます。3000回程度使えて約10年は持つ超寿命だそうです。で、ユーグリーンさんのポータブル電源の売りのもう一つが急速充電でしたよね。今回のパワーローム2200では、なんとたったの50分で0から80% まで、で、100分でフル充電できちゃいます。2048W かですよ。これめちゃめちゃ早いです。一昔前のポータブル電源なら容量もっと少なくて半日以上かかったりとかが本当当たり前だったからね。ちなみにこの大容量で満足できない人いるのかな、ちょっとわかんないけど、なんと最大5個の拡張バッテリーをつなぐことができて、容量を最大6倍に増やすことも可能です。ということで、残りのね、トーフクッキングで調理した極うまのね夕飯を残りいただきたいと思います。あ、すいません、本日ドッグランを使用したいんですけども、はい、そちらってキャンピングカーとか大きい車でも駐車とかってできますかね。なるほど、わかりました。じゃあちょっと行ってみて、もし無理そうだったら、はい、諦めます。ここ今熱海駅なんだけど、熱海駅のねすぐ近くにドッグランがあったんですよ。そこね利用させてもらおうと思います。今から9時から空いてるってことだからね。すごいよこのドッグラン、見て、評価 5.0。 こんなことある？結構20レビューあるのに評価 5.0 だよ。すごいね。こんなね、超観光リゾートのすぐ近くにドッグランなんてあるんだね。パソとマキちゃんのね、ちょっと朝のお散歩がてらに。もうマキちゃん張り切ってる。ただね、熱海結構やっぱり道がね、狭くて、しかもね、坂とかがいっぱいあって、通れるかね、キャンピングカー微妙だったんだけど、なんか大丈夫そうなこと言ってたから、とりあえず行ってみて、無理そうだったら、お電話することになってます。いや、そんなことないと思います。今今日平日だから。はい。ありがとうございます。はい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 。分かった。はいはいね。この後ね、もっとお散歩よりもっと楽しいところ行くから。ね。ドッグラン、ドッグラン。なんか持ってきた。なんか持ってきた。めちゃめちゃ。パソ、どいてあげて。まっちゃん乗るって。ちょっとパソ、あんた邪魔よ、邪魔。早くお散歩行くわよ。はい、まっちゃん。ね。シートベルトね。いやもうこれ激坂だわ、もう道くねくねしてるわで、ね、熱海の街中はキャンピングカーで来るところではないね。右方向です。こっから小道入るからより慎重に行こう。右方向です。続いてこれは行けるのか、ちょっとサイゼリア号今だけスリムになってくれ。無理を言わないでください。とんでもない傾斜だこれ。35度ぐらいあるんじゃない。そんなにありません。あった、あそこだ。よし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 、頑張るサイゼリア号。パワー。すいません、ありがとうございます。すごい傾斜でびっくりしました。パスよかったね、パスよかったね。またお願いします。よいしょ。
よいしょ。動画の撮りながら遊ばせてもいいですか？大丈夫ですか？すごい、いいね。まさか熱海にドッグランあると思わなかったから、Google で調べたら、なんかドッグランって出てきて、あ、ここ行こうと。ありがとうございます。はい、朝のお散歩がてらに。よしよし。すごい景色がいい。そうすごい。こんなところにドッグランあるんだ。あ、しました？ありがとうございます。そうですね、多分朝は全然しなかったからすぐすると思ったんですよ。あれ、これは連れてくる？あ、多分大丈夫だと思います。はい、よし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 、本当だ、大きい。こっちの子元繁殖犬だったんで、すごいワンコ慣れてるんですよ。かわいい。ほんと大きいですね。モコモコだからさらに大きい。また吠えてる。すごい喜んでますね。はい。追いかけられてる。息子のパスタの方はもう人が好きなんで、はい、とにかく人の方を心行くんですよね。3匹飼ってらっしゃるんですね。いくつですか？今3歳です。3歳。もう毛並みが気持ちいい。よし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 、かわいい。マギーは結構人見知りとか犬見知りとかする子になった。へ、ね、マギーマギー、あ、来てくれた。でもマギーおいで。いいですね。あ、そうなんですか。何他の子の相手してんのよって、ブン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 って。よしよし。めっちゃ、ね、めっちゃ舐められた。ピチョピチョ。今これ俺のだから。今俺のだからやめてくれ。エマちゃん、エマだよ、エマ。エマはなんていう犬種なんですか？オールドイングリッシュシープドッグ。へー、イギリス原産の元々は牧羊犬だった犬種ですよ。かわいい。見なきゃ見なきゃ見なきゃ。じゃあちょっとあっちも行ってみていいですか？はい、どうぞ。ちょっと今これダメだよ、今これだ。今頭いいなお前。よいしょ、あ、いやいや、自分で押してった。パスタ、カーメン。よしよしよし、こっちだって。よしよしよし。そう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 、よし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 。おお、すごい。見晴らしが。海も見えるし。よし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 。パスタ。はい、探検隊、探検隊。ドラクエかお前ら。すごい景色が。こんな絶景なドッグランある？やば。すごい。よし、頑張れ。よしよしよし。これ一番上。もみもみしてって。もみもみ。ほら、パスタもすぐ拾い食いしようとするから。元気だな、あの3匹。あ、パス分かってんじゃん、道。そうそう、ここここ。こっちは歩くのが大変だ。人間の方が疲れる。はい、おっちゃん、おいで。ルークが歓迎してる。なかなかいい眺めね。あ、気持ちいいって。パスタはずっと追いかけてる。パスタ、お前、振られてるぞ。このちゃん、可愛いけど。すごい男は嫌われるぞ、お前。待って、飲みたかったのにね、もっとね。パスに邪魔された。パスやり返された。もう、僕が飲んでたのにって。こんな絶景のドッグラン初めて見ました。何であ、YouTube で配信します。はい。いやいや、全然大したことないです。あ、 ありがとうございます。登録してもらっちゃった。すいません。ありがとうございました。もうなんかバテちゃったみたいなんで、はい、2人ともね。パスタもうバテバテだったのに急に元気になった。またちょっと待ってください。
はい、すいません。またよかったね。うん、いつも足洗うときになんか水飲むんですよ、なんか。はい。癖なんですよね、なんか。またいいな、オーナーさん二人に。リップタイグだな、パスタ。赤ちゃんになっちゃったね。エヴァ、ルーク、マギー、じゃあね。またいつか会おう。バイバイ。すごいな。ありがとうございました。なんかお別れ惜しんでるのかわかんないけど、すごい勢いだった。びっくりした。さっきまでと全然違かったけど。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございます。よし、行くよ、パスタとマキちゃん。はい、こっちも大丈夫です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お気をつけて。はい、いや楽しかったね。またいつか来れるといいね。昨日熱海駅前の商店街とかちょっと混雑してて散策するのを諦めたんですけど、そこにあるね、人気の熱海プリンのお店がドライブインにもあるらしいから、そこにねちょっと今から向かいたいと思います。海沿いのお店で、ちょっと Google ストリートビュー見た限りだと駐車場キャンピングカー無理そうなんだけど、ただね、向かいにでっかい公園があって、そこの駐車場止めていいっぽいから。お疲れ様でした。ちょっとね、2人とも暑そうだったんで扇風機を出して涼んでます、ね、プリン買ってくるからね、待っててよ。この熱海プリンね、2017年創業で、まだね割と新しいお店なんだけど、でもね、もうすでに熱海の名産品の一つとして定着しつつあるらしいですよ。あ、ここだったらギリ止めれるかもしんないけど、そっちの高さがあるところは絶対無理だね。本日の営業はテイクアウトのみとなっております。普段は中でも食べれるんだ。店内かわいい。なんかプリン屋さんなのにレストランみたいだね。熱海プリングッズも可愛いのがいっぱいある。はい、どうもありがとうございます。お願いします。これ普通のパイプリンと、はい、あと抹茶と、あとかぼちゃ一つずつでお願いします。はい、お店の目の前のこの席、犬 OK らしいよ。で、2階のテラス席は小型犬のみ OK だって。いや、ワンコ連れにはありがたいね、これは。サイジリア語は青い空が似合うね。ありがとうございます。いや、映像映えするわ。パサトマキちゃん、オリコンにしてるかな。あ、びっくりした。いた。ここにいた。日陰になってて分かんなかったけど。はいはい、マキちゃんね。はい、マキちゃん。はい、パサもね、お出迎えありがとうね。よいしょ。はい、こんな感じで3種類ゲットしました。まずはスタンダードのやつからいきましょう。ね。これが看板商品ですからね。ちょっとパスタみたいなキャラクターいるけど、多分カラメルソースが入ってんのはプレーンだけだよね。これね、熱海プリンのキャラクターみたい。パスタそっくり。ブー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 。うん、まあ当たり前だけどキャラメルのね、香ばしい匂いがします。カラメルです。うわー、美味しそう。じゃあいただきます。美味しい。結構ね、キャラメルがビターでね、味わい深いから、うん、これはね、飽きないね。やばい、止まんない。あ、なんかちょっとムースっぽい。ほら。あ、しっかり抹茶だね。しっかり抹茶。あ、美味しい。中に黒豆入ってるの忘れてた。そうだ、書いてあったわ。最後に黒豆ばっかになっちゃった。あ、でも、黒豆も軽くアクセントで入ってる程度だから。もうね、ハロウィン終わってんだけどね。でも一応まだギリギリ売ってた感じかな。下の方にキャラメルがこれ入ってるパターンだね。カラメルです。あ、結構固めだね。ちょっと固めな気がする。この時期に食べるね、かぼちゃのデザートはバフがかかってますから。あー、食感とかは、まあ、言うてどれも一緒なのかなと思ったけど、プレーンと抹茶は仲間みたいなね、同じタイプのプリンなんだけど、かぼちゃプリン全然違うわ。うん、3個ペロッと食べちゃったよ。いや、美味しかったね。味によって食感も違うのが良かったわ、すごく。見て、パスタこれ。自分だけずるい。僕も食べたい。たくも、僕こんなお利口なのに。よし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 。パスタがこぼしたやつをちゃっかりマキちゃんゲット。なんか落ちてたから食べちゃった。パスタになったの？知らない。マキちゃんこぼしまくり。マキちゃんもう一個落ちてるよ。マキちゃんもう一個落ちてる。こっちもこっちも。そうそうそう。危ないわね。パスタに食べられるところだったわ。マキちゃん落としてないかな。どんどんこぼしていいんだよ。僕がお掃除してあげる。ほら、マキちゃん、さっきの落としたままだったらパスタに絶対食べられてたよ。はいはい。よしよし。マキちゃんもこんなね、息子にガン見されながらだったら食べにくいよね。
かヤシの木みたいのが植えてあって、なんかハワイとかグアムみたいだね。ヤシの木みたいなのではなく本物のヤシの木ですよ。来ました、マリンタウン入り口。ここね、すごく有名な道の駅らしい。島村もある、こんなところに。まさか。じゃあちょっとサイゼリア号ね、一周してくるわ。探検しよう探検しよう。巻き巻きパスタ探検隊だからね、マキちゃんもね。いやー、ほんと日が落ちんのが早いね。エッサおいさん、エッサおいさん、ちょっとパスタ待ちなさいよ。パスタ待て、マッちゃんが待ってって。なんか建物が可愛い。工事中なのが残念だけど、シルバニアファミリーみたい。トイレも可愛い。でパスタくんとマキちゃんはいつも通りのクンクンタイム。これ探索中ですか？探索中ね。ここ行きたいんだよね。伊豆シャボテン動物園。動物公園か。ここね、なんか犬も一緒に入れるらしいよ。珍しいよね。あと水族館もね、あ、ここだ、ここだ。ここ。下田海中水族館ってところ。ここもね、ワンコ OK なんだって。今ここだから、ふいーっとね、なんかしなくちゃいけない。こういうドッグラン付きでさ、ちゃんとしたホテル一回泊まってみたいよね。ビジネスホテルにはね、二人とも泊まったことあるけど。あと民宿ね。なんだこれ。さっきのトイレと違う。なんかもう一個トイレあった。幸せの黄色いトイレだって。何それ。こっちは24時間じゃないんだ。どう違うんだろう。後でちょっと一人で来てみるわ。うわっ、すごっ、何これこんな大盛り。俺最近イクラ大丈夫になったから、昔ねイクラ苦手だったんだけど、これいいじゃん。超山盛り、漁師飯だって。これ食べたいな。箱の中身は素敵な雑貨やブランド品、家電、ゲーム機など豪華商品が入ってます。だって1000円で。マジでスイッチも入ってんの。いや普通にアマゾンギフトカードでいいんだけどちょっとやってみるか。あ、ここで写真撮ってく。え、パサ、ここで写真撮ってく大丈夫でーすじゃないんだよねえ。いや確かに親子でハートはちょっときついかもしれないけどさ、ちゃんとほらスマホ置き回るよ。スマホ置き、ね、ここにスマホ置いてこんな感じで撮るんでしょ。写真に変えて撮ってもらおうかな。はい、ありがとうございます優しい人がいたね。これこのマリンタウンのキャラクターなのかな。道の駅の駅長マリニャンですよ。趣味は海を眺めながらお昼寝することです。あ、ここがさっきの漁師飯のところ。これ明日俺朝食べよう朝からこのたっぷり。朝待ってこれか、日帰り温泉ね。朝早っ。朝5時からやってんの。夜21時まで。よかったよかった、これでお風呂入れる。道の駅にあるの助かるよな。あ、いいね、この景色見ながらお風呂入れるんだ。それなりにね、いい値段するけど、まあ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 、そんなもんでしょう。あ、ここが遊覧船か。もうね、15時40分が最終みたいなんだよね。だからちょっと今日乗れなかったから明日乗ろうね。これ編集でね、パチッと顔はめ。階段降りてすぐ、あ、この下か。あった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 。パサこれだ、パサこれ、これ足湯だって。あーだよね、やっぱりね、16時過ぎてるからもう空ですから。今日泊まる口実ができたね。遊覧船も乗りたいし。え、ちょっと待って、明日休みじゃん。木曜もやってよ。いやね、まあメンテナンスとかあるだろうからね。残念パスタ、明日休みだってもう座り込んじゃった木曜日定休日に断固反対って。座り込み運動。一応ね、一応明日来てみよう、もう一度。もしかしたらやってるかもしれないから。よしよし、空中浮遊、空中浮遊。パスタはね、まだまだ元気だから。よし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 お尻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 。はい、サイゼリア号ただいまー。サイゼリア号ただいまーってマキちゃんが言ってる。ここいい景色だね、サイゼリア号ね。海眺めながら駐車できるの。そうですね、心が癒されます。今日はぐっすりだねご飯食べたらもう明日の朝まで起きなそうだな。なんかパスタはまだ体力残ってそうだねまあいいことだね、元気が一番。よし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 、はい、ちょうどいいや、ちょうどいい時間だから。ここね、いつも閉め忘れしやすいんだよね。ね、本当はね、景色見ながらとかもいいんだけど、さすがに外から丸見えだからね。よし、よし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 。
よし、じゃあお風呂入ってくるから。ハンドタオル、着替えと、あとは、はい、マキさん、ね、はい、アフリカ、はい、洗顔と、ジレットと、シェービングクリームね。よし、こんなもんかな、ね。よし、じゃあ行ってくるよ。二人仲良くね、お利口に待ってるんだよ。って言ってもね、ずっと寝てるだろうけど。行きます。サイゼリア号、パスタとマキちゃんをよろしく頼んだ。任せてください。夜になるとまた綺麗だな。多分ね、あっちは普通なトイレだから、こっちのトイレどうなってんのかちょっと探索に行ってこよう。幸せの黄色いハンカチならぬ、幸せの黄色いトイレね。トイレと黄色ってちょっとなんか相性悪い気がするけど。いや、普通のトイレだな。ただまあ、道の駅とかにしたら、めちゃめちゃ綺麗なトイレだね。ちょっとガムが食べたくなったんで、これにチャレンジします。あーもうちょっと片手にカメラ持ってるから、まあ正直1個で十分だからいいや。この瓶のやつは定番のやつだね。お、誰もいない、ラッキーここ3階はね、リラックスルームだって。椅子の座り心地がめちゃめちゃいいな。はい、じゃあ皆さんもお飲み物片手に乾杯。漫画もね、老若男女を楽しめる作品が幅広く置いてあって、いやここいいね、最高だな。めちゃめちゃリラックスできる空間でした。気づかなかったけど、ドンキ目の前だ。いやー、綺麗な温泉施設だったな。ただね、全体的にちょっとぬるめだから、暑いのが好きな人はちょっと物足りないかもしれないね。いや、ここすごいな。ちょっとちっちゃくて見えないかもしれないけど、マックあるし、まあ、コンビニあって、ドンキあって、はま寿司あって、で、道の駅あるでしょ？あ、しかも、反対側、夜景が綺麗だ。あ、ここにもパスタいた。ほんと、どこにでもいるな。あ、こっちはマキちゃんにそっくり。お芋きたー。しかも何これ、紫芋だ。これ初めて見るな。どっちがいいかな。まぁ、ちょっと物珍しいから、こっちの紫芋買っていくか、じゃあ。いやー、これパスタとマキちゃんの反応楽しみだな。絶対喜ぶだろうな。パスタがもう、むさぼりつくのがね、目に浮かぶわ。結構キャンピングカー止まってるな。1、2、3。で、サイズリア号で4台。キャンピングカー4台止まってる。今日は月が綺麗だね。ということで、サイゼリア号ただいま。お帰りなさい。パスタくんとマキちゃん、ぐっすり眠ってますよ。はい、ただいま。ただいま。パサ寝てた。伸び伸びね。お帰りって。何してたのって。いや、お風呂入ってたんですよ。てぃね、あ、おやつだって分かったみたいだね。お利口にしてたご褒美にね。はい、回復。紫芋だけを使用し、素材本来の美味しさを引き立てました。あ、原材料。あ、ほんとだ。紫芋だけだ。あ、これはいいね。はい。ね、いくらでも食べて OK だよ。そんなわけないか。取っちゃうからね。あ、美味しい。美味しい。やっぱ焼き芋が一番だって。ね、色が違うけど分かったかな？マキちゃんも。まあ犬ってね、あんまり色の認識ないって言うからね。パサ待て、お座りは、お座り。よーしよーし。よーし。はい、マキちゃんもよーし。あ！パスタマキちゃんの、マキちゃんのおこぼれ。食べたでしょ。マキちゃんが逃げてる逃げてる。私のやつパスタになんかあげないからねって。これおかしいわね。ここら辺に、ここら辺に落としたんだけど。
あれないわね。もしかしてパスタ食べてないでしょうね。知らない。僕食べてない。よかったね。本当お芋大好きだね、君たちは。ガン見するな。仕方ないな。ラストだよ、最後。はい、パスタ。はい、ねまきちゃん。はい、ないない。まきちゃん、今度は死守。今度は死守。パスタダメだよ。まきちゃんの食べた。ねえ、まきちゃん。そうよ。これ私のなんだから。パスタになんかあげないんだからね。ったくパスタは食いしん坊ね。って。人のこと言えないくせに。たくもう。パスタもマキちゃんの真似するようになってきてさ、お互いはお互いがお互いのことを真似してカオスな状態になってるよ。僕もいつもはねパスタマキちゃんに真似されてばっかりだ。夜になるとやっと君たちに心地いい気温になるね。昼間暑いよな。もう11月入ったのに。あ、パスタくん寝起きうんち。えらいえらい。ちょうどね、ちょうどモザイク自分でかけてくれてるし。よし。よし、トイレだけ行こう。ね。パスタもトイレ行こう。パスタはさっきうんちしてたけどね、キャンピングカー内で。快晴だね、快晴。うわ、太陽が眩しい。お友達呼びですか？あ、どのぐらいですか？あ、3歳と7歳なんで。いいじゃん。はい。はい、あ、こっちの子だ。こっちの息子の方はもう人が大好きで、もう。でも同じぐらいの大きさですね。そうですね。はい。かわいい。チワワですよね。かわいい、ちっちゃい。いくつですか？一歳。一歳。あ、リリちゃん。リリちゃん、めっちゃ尻尾フリフリしてくれてるよ。バスター、ほら、ちょっと飼い主さんじゃなくて。ほら、お兄ちゃんだよ、お兄ちゃん。お兄ちゃん、お兄ちゃん。ダメか。バイバイ。尻尾はフリフリしてくれてるんですけどね。なんで。バイバイね。バイバイ。あ、来てくれた。かわいい。ありがとうございます。ここ行けるかな？渡れる？あ、いいじゃん、いいじゃん。昔はね、こういうところでも。あ、マッキャンがダメだ。マッキャンが。あ、いける？あ、よしよしよし。えらいえらいえらい。こんなの言っちゃないよ。私を舐めんじゃないわよ。草むらに来るとね、トイレしだすから。よしよしよし。いいところ見つけたね。ここでうんちしようっと。よし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 。おしっこもしようっと。ここ私のホットスポット。誰にも邪魔されないんだからね。よしよしよし。すごい顔だ。よし、じゃあ行こう。あ、そうです、そうです。はい。はい。はい、パスです、パスです。パスだと、マキちゃん。こっちお母さんのマキちゃん。はい。あ、本当ですか？ありがとうございます。もう見てくれてるってよ。よかったね。まさかなと思った。今から遊覧船乗ろうかなと思って。あ、本当ですか？はい。あ、マジですか？本当ですか？よかったね。あ、いえいえ、とんでもないとんでもないです。立派ですね。急がないと、一本逃すとまた30分待たなくちゃいけないから。こんにちは。すいません、犬も一緒に乗れるって聞いたんですけど、大丈夫ですか？このまま入っていただけて大丈夫です。ちょっとね、基本的に大人の方を一人でワンちゃん1頭なんで。あ、そうなんですね。あ、わかりました。はい、すいません。カードって使えるんですかね？使えますか？よし、はい、行こう。大丈夫です。あ、大丈夫です。これで。いってらっしゃい。行きます。空いてるので、空いてるかな。一応ご乗車いただけますが、次回からもし、はい、いらっしゃる時があったら、一回電話でお電話いただければ。あ、了解しました。はい。すみません、なんか急で。お願いします。はい。すみません、お願いします。まず下の部屋で海の中見てください。はい、お、めっちゃ泳いでるじゃん。お、すごい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 。
ね、マキちゃんすごいね。てか水きれい。ちょっとパスタ美味しそうだなじゃないんだよ。ね、お友達お友達。ね、可愛いね。何可愛い？私の方が可愛いんだからね。可愛さで私に勝とうなんて100年早いのよ。出発した出発した。すごい潜水艦みたいだよパスタ。ついにマキマキパスタ探検隊海中探索へ。ただね、もうすぐ海の中何も見えなくなっちゃうんだって。だから上に戻ります。パスタ、魚いなくなったら全く興味なくなったじゃん。ちょっとパスタすごいね。いや、カモメの群れだ。あ、なんか海賊船みたいなめちゃめちゃかっこいい船が浮いてる。あれ乗っ取ってうちの船にしようか。ね、ゴーイングパス巻き号。よし、カモメさんと友達になるぞ。君たちのご飯じゃないから。違う違う。おお、すごい。おぉ進化怖っ。あと見てね。うわぁ帰っちょ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 、パスパス、ダメ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 。うわぁよっしゃよっしゃ、うまなんか最初は僕も一緒に飛びたいなみたいな感じでめっちゃ興味示してたのに。ほんと飽き性なところは俺にそっくりだな。で、マキちゃんもね、ちょっと餌余っちゃったからいただきます。うん、やっぱ普通のカッパエビセンだね。君たちのご飯も持ってきたから、熱海で買ったお肉コロコロね、美味しい。首都圏から一番近い離島初島、周囲約 4km の小島ですが、リゾート施設が多く人気の観光地なんですよ。こちらは握り拳に似ていることから停止島と名付けられた無人島です。沖合から見る伊東の街並みもとても綺麗ですね。最大搭載人員80人。休日とかだと満員になるのかな。船員さんのガイドもあって、あっという間の45分でした。ありがとうございます。あまり景色とか興味ないけど人間が好きだから人がいっぱいいるところに来ると喜ぶ。触ってもいいですか？もちろんもちろんいいですよ、はい、よかったね、触ってもらえて。あ、すいません、ね、触ってね触ってね触って。くしゃみするともうなんか しぶきが上がるんですよ。よかったね。今日なんかもうお昼頃ね、すごい暑くなるっていうから、はあ、今のうちに乗っちゃおうと思って、ね、降りるって分かんのかな。あ、降りたいのね。多分降りたいんだと思う。もういい。もういい。カモメにビビってます。そうですよね。ありがとうございました。よいしょ。これイルカゴンね。ほら、フーミンフックの方が絶対いいよ、これ。窓があるからね。あ、ほら、海の水がめっちゃ透き通ってて綺麗。東京湾とは大違いだな。あ、嬉しい嬉しい嬉しい。ありがとうございます。あ、もうこの座り方したらもう信頼した証拠なんですよ、はい、すぐに人信用するから。ありがとうございます。あれ、足湯やってる。パスタ、マクちゃん、足湯やってるよ。行こう行こう行こう。足湯入らないの？足湯入りたいなと思って。なんかワンコのあるみたいですね。あ、ですよね、うん、はい、これ人間用か。あんな長くすごい距離だな。50メートル走とかできそうだ。温泉だ温泉だ。足湯足湯やってなかった。そうなんだ、ワンコと楽しめる足湯だけ目標定休なんだ。残念でした。まあ今日パス巻きにとっては暑かっただろうから、またどっかで足湯とかねやってるところあるでしょうね。道の駅の中見てくるからちょっとだけお留守番よろしくね。あ、この山盛り海鮮丼のお店まだやってないっぽいな。ここもただいま仕込み中だね。11時オープンということで、最後に夢を買いましょうか。正直ね、天岐阜が一番いいんだけど、このねカメラとか、ね、YouTube で使えるよね。これいいなと思って、これアイマスク、パスタとマキちゃんとお揃いでつけたいなと思って。あなたの夢が叶うかも。本当か。1000円で、うわ軽っ。外れ臭い。
セロハンテープが雑だな。スマホ用ストラップリストタイプグラデーション。いらねえ。予想通り、なんか生地からしてトートバッグだと思った。さっさとマキちゃんのお土産なんか探してこう。これやるか。こんなさ、もう超ハズレ引いたわけだから、これ以上のハズレあるわけないでしょ。すいません、ぬいぐるみくじ一回やっていいですか。よいしょ。外のあのなんか1000円の自販機で今超ハズレ引いてきたんでこっちで取り返そうと思って、はい。あ、4頭ですね。あ、わかりました。犬にあげたいんで、はい、犬同士はい、仲間がいて、これいただきました。ありがとうございます。4頭一番ハズレっぽいけど、まあ、パス巻きにはね、こんぐらいの大きさが一番いいから。はい、ツーショット、ツーショット。あと柴犬だよ。よかったよかったね、マキちゃんが気に入ってくれてよかった。柴犬かわいそう。結局ね、マキちゃんにも持ってかれちゃうんだよ、パスだから。